僕は今日は都会のこういうところで仕事していて、悔しいんですが、今回は登山家の岡田昇とイラストレーターの沢野仁の2人に黒部の峡谷に行かせます。このところしばらく軟弱な温泉ブームで、ギャルとかなんかそういう人がワーキャー言いながら温泉入ると流行ってましたけども、今日はそういうんではなくて、崖をより登りよじ降りシャベルで穴を掘って強引に温泉を作って、個人的な温泉に入って、みんなで大きく笑うというそういう山登り温泉旅です。怪しい探検隊の一団がやってきたのは、北アルプスの懐深く抱かれた富山県随一の温泉、宇奈月温泉。あれで行くんだ。しかし、ごく当たり前の温泉地で満足するような怪しい探検隊ではありません。彼らは黒部川沿いに走るトロッコ電車に乗り込み、さらに北アルプスの山深く分け入ります。このトロッコ電車、昔は切符の裏に命の保証をいたしませんと書かれていたとか。宇奈月から終点の欅平まで、黒部峡谷のスリリングな旅がおよそ1時間半続きます。見下ろせばそこは絶壁。さて、今回の探検の言い出しっぺはこの人です。おはようございます。怪しい探検隊最年少の岡田昇です。椎名隊長曰く、岩登り雲生え男という異名を持つ彼は腕力カメラマンと呼ばれ、クライマーとしても一流の男。今回は黒部渓谷にやってきました。8年ほど前にこの辺り のガイドブック、ロッククライミングのガイドブックを作っている時に、たまたま川沿いに湯気が湧いてたわけですね。で、仲間と行ったらそこが温泉だったんですね。で、そこで仲間とイワナを釣りながら温泉に入って、それで壁を眺めたっていう楽しい思い出がありまして、今露天風呂っていうのはかなりブームであちこち作られてますけど、こういった自分の足で歩いて探す露天風呂の旅っていうのはまた格別に楽しいと思います。さて、同行者は哀愁画伯沢野仁。ワニネ絵師という別名を持つ彼は実に怪しいワニなのです。そしておなじみ林さんこと林正明、今回どんな料理を作ってくれるのか。続いては岡田昇の山仲間藤岡慎。休日はほとんど山で暮らしているという根っからの山男。かつて魔の川と恐れられた黒部川、その上流に岡田昇が8年前に見つけたという幻の温泉は果たして今も健在なのでしょうか。怪しい探検隊流正しい温泉の入り方、これは実にハード、前途多難。その行く手に待ち受けているものは果たして何かな。題して攻撃的温泉入浴法、すごいよ。日本一険しい峡谷黒部。寒いね。しかしね、寒いですね。秋ですよ。まあ紅葉は全然早いですけどね。トロッコ電車の終点欅平に着いた一行は、この先山道を行くか、それとも川伝いに河原を行くか、その選択に迫られました。結構あるじゃないか、あるとこそできんのかよ。うわすげえな、これでしょ。うん、この間よりかは少ない、少ないには少ないね。なんだ、最初からこの方に来るのかよ。やばいな、気をつけてくれ。ここまずは川の様子を見に河原に降ります。黒部は危険なところです。折しも2週間前には釣り人2人が激流に巻き込まれて亡くなるという事故が起きていました。しかし今日は天候も良く、流れも穏やかなようです。水流が水流少ないから。どうやら川伝いに峡谷の奥に向かうルートに決定したようです。しかし実はこの道が大変なんです。足場の悪い岩と流れの速い川、しかもひとたび天気が崩れると水位が一気に数メートル上昇するという難所ですが、そこは山のベテランたちが揃った怪しい探検隊、きっ
と大丈夫でしょう。多分ね。天気なら最高だよ。帰った時ね、ここら辺がもう胸だったの。ああそう。じゃあ楽そうだね。ここでももうこんなだったから。だいぶ今回楽みたい。去年に比べると。沢登りの権威であり黒部のことを熟知している藤岡真の一言で勇気づけられはしましたが、気は抜けません。黒部峡谷にとって怪しい探検隊は欅平から試合谷に向かいます。黒部一帯には19箇所の温泉が発見されていますが、ここが8年前岡田登が偶然見つけたという幻の温泉。キャンプ予定地はその対岸です。おおやめてくれよ。おお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 いや、でも本当朝日の結構一番愚痴の多いのは沢野仁。彼は椎名隊長とは高校の同級生、古くからの仲間です。いやおい、岡田君そこ行っちゃったの、まあ出れなかったんじゃないか、おいどうか入るなおー頑張っ新近いからってあれだよな、浅いわけじゃねえんだな、まあ、流れ低いだから、うん、ここで果敢に飛び込むとかもう黒部峡谷に沢野仁の愚痴がダラダラと続きます。怪しい撮影隊になっちゃったな、おい怪しい撮影隊になっちゃったな、撮影隊じゃねえ。この沢野仁は登山歴20年を誇るベテラン。山にはちょっとうるさい。しかしこの日彼の足取りが少々重いのには訳がありました。沢野仁はつい2ヶ月前ヨーロッパアルプスのアイガーの氷壁を登っていて150メートルも滑り落ちたばかりだったのです。おかしいんだよ、おっかねえな、しかしおい、ここ東三条の勇者が何を言って、これ、踏ん張りが効かないよ。愛がこんなのガンガンあったな。ガンガンあった？あったあった。というわけでこの日の哀愁画伯は愚痴が多いのです。欅平を出て川を遡ること3時間、試合の沢と黒部川の合流点、ここが目的の試合谷です。キャンプもここに張ることになりました。早速沢野画伯が無事到着を祝って記念の日を刻みます。ところでこれは何を言わんとしているのでしょうか。黒部峡谷にまた不可思議な名称を画伯は作ってしまったようです。みんなはテントを設営中だというのに、早くも林さんは恋人のもとへと向かいます。彼の恋人とは渓流の花といわれるイワナ。それでは林さん流イワナの釣り方をお教えしましょう。彼は絶対にイワナに見つからないように忍び寄り、岩陰に陣取ります。この日はミミズを持参していました。
慎重に慎重に、あくまでも低い姿勢から糸を投げ入れます。そしてこのオカマ座りが彼の特徴。リンさんは心底イワナに惚れています。渓流釣りで結構イワナに凝っちゃう人はさ、ただ単に釣れるってんじゃなくてイワナの性質が面白いってんで凝ってる人多いですね。なしおかしいんだよね、これね、性質っていうのは。なんていうかね、餌の食いつき方とかさ、あと餌からバックしてきて姿とかさ、なんかおかしいんだね、こう愛嬌があるっていうの。で結構住んでる場所が厳しい世界でしょ。下手すると1年の半分近く雪の中とかさ、雪がなくなってもそうだな、たまたまにしか餌が流れてこないとかさ、そういう険しいところに住んでるからね。その割になんか性格がおっとりするとかさ、そんなにせこくないしさおかしいんだこれね。リンさんは他のどんな魚よりイワナが可愛いと言います。沢野、岡田の2人は渓流のせせらぎを BGM にのんびりと昼寝です。しかしリンさんはイワナ一筋。リンさんにはこんな有名なエピソードがあります。ある日彼は恋人から、あなたはイワナと私とどちらが大事なのと質問されました。その時彼はすまなそうにつぶやいたというのです。イワナだから、リンさんは未だに独身なのです。イワナって掴んだやつの時、逃げる時さ、もうこれ弱いか、ヤマメなんかさ、こうペラ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 とかこうなんじゃない。イワナはこうくね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 逃げるんじゃない。なんかね、魚じゃないみたいな。イワナは淡水魚の中でも最も標高の高いところに住み、清らかな川にしか生息しない大きな魚です。しかしさすが日本屈指の清流黒部川、型のいい天然のイワナがたくさんいます。垂直にそびえ立つ日本一の700メートルの岩壁、ここは奥金山聖壁といって、日本のロッククライマーたちには憧れの場所です。実は8年前、岡田昇はこの壁を登っていて、河原に登り立つ湯気を見つけたんだそうです。もちろん河原の地形は全く違ってはいますが、この岩壁がある限り大体のポイントは見当がつくはずですが、まああの辺にあったんだろ、だいぶちょっと流れが変わっちゃってるからね。渡るのは辛いね。いや渡るのは簡単、そこから入ってくるから、ね、そう、行ってみようか。行ってみよう。おーおお、お気をつけて。うわ怖いなここ。今日は気温が高いため湯気は上がっていません。しかし温泉独特の硫黄の匂いがかすかにします。怖い人、うん、ね、あったかい、あったかい、あったかいよ。おー、ほんと、うん、そう、お、やりましたグーですよ、グーです。これはちょっとあれだね、だいぶ、うん、だいぶ計算が変わっちゃってるから、うん、これ溶かしましょう砂の中入れるとね、47度ぐらい、おお、出てた、で多分ね、もう少しもう出てたと思うから、湯気がもうワンワン湧いてたね。それで一発で上がった。温かいね、温かいよ。これはだけど本当に誰も知らないね、ここは。いやだ、分からないね、気がつかないと思う。いやー、健在でしたね、一応入れるかどうか分かんないけど。ほら、ここがすごいよ、ここが熱い、どこ？ここが熱い、めちゃくちゃ。おお、岡田、沢野の2人は早速露天風呂作りにかかります。まずはお湯が流れ出さないように席を作ります。あとは体力と腕力、自分たちの体に合わせて周りを掘り進む
これだけです。あ、スコップだけは持参することをお忘れなく。これが大事ですよ。よし、せっかくじゃったな。適当な大きさに掘れたら、とにかくお湯に浸かってしまい、あとは自分の体に合わせればよいのです。お、いいよ、やっぱり。おぼるちゃん、土の中から出てきてるんですか？ここ明明沢の湯、うん、土の中から出てます。土の中っていうか、なんか熱いな、ここすごく熱い、ここが熱いこの辺で。あ、のぼるちゃん、ここだほら、もっとほら触らないと思うぞ。ほら、この先、何この暑さ。いやー、暑くなったね、うん、それで石をね、それでゴロンゴロンゴロンしても少し動かしていくとか、だんだん入りながら、だんだん出かけます。18匹、これがリンさんが初日2時間ほどで釣り上げたイワナの数です。あ、頼もうってるうん、もう、まあ、今時期なんですか？もう卵の時期だね。イワナに恋した男、リンさん。今の時期はね、あんまり釣りたくない。どうしてですか？卵持ってるからさ、取っときゃ来年釣れるんじゃない？とは言うものの、タイのチーフ調理人としては、みんなの胃袋をも満足させねばならず、辛いところです。ところで、アウトドアにおける調理のコツは、周りにあるものを上手に活用すること。塩焼き用の串は細めの木の枝を利用します。先を削り、口から刺す。豪快かつ繊細。釣り上げたイワナは手間暇かけて調理し、美味しく食べてあげる。これがリンさん流のイワナへの愛情表現です。これ今朝釣ったやつですか？うん、今釣った。全然、全然あった。すごい。試合だに、試合だにやるな。全然だって、こういうところの今だったら、あれでしょ、あの、おかしくないもんね、こんなまま食ってればね。油乗ってるもんね。あ、持ってきてなかったな。あ、うん、釣れまったね。でかいの一発だよね。うまい、これは。いいね。これうまい、うん。あんまり好きはなんなかったけど、今日の美味しい。うまい。イワナ料理では、最もポピュラーで、またうまいと言われる塩焼き。リンさんのイワナのフルコース、イワナ尽くしが始まりました。塩焼き、うん、あと俺いつもフキの葉っぱでやってんだけどさ、あ、フキがね、ここフキの葉っぱがないからさ。飯にはこの蒲焼きも合います。リンさんの愛情が隠し味となった料理は、あっという間にみんなの腹へ。わぁ、すごい、これ蒲焼き、おぉ、これはいけます。これは黒部の味ですね。まったり、うわ、すごいわ。今の時期だとね、面白いの、イワナのおかしいのね、大概もう夫婦でいいからさ。あ、そう、一匹釣るでしょ、仲いいんだね。一匹スーッと引っ張ってくんだね。悲しいんだ。まあ、お寿司かけたりしろ、メスかけたりしろね、もう一匹が必ず追っかけてるね。あ、すぐの足元までかけてるよ。あ、そう、悲しいんだね。あれ見ると可哀想じゃね。釣っちゃいけないのでさ、かわいそうだから両方一緒に一緒に味噌汁グリグリ、目をグリグリ、これは美味しいって。あ、焦げてるじゃん。どう、目をグリグリ、怖いな、お前の目が。仕上げはイワナの骨で出汁を取るイワナの味噌汁。これがおすすめの一品。コクがあって上品で、まさに絶品。日本の自然もまだまだ捨てたものではありません。海の魚って取れないんだよ、案外。案外取れないんだよ。で、貝もあるとこってのは限られてるでしょ。南は全然ないじゃない。だからね、やっぱり山の方がね、幸が多かれと、うん、波高しって感じで。僕なんか海行くとね、海は見るところって感じなんですよね。海は見る、海岸から見るとかね、夜の海をこうじーっと見るとかね、それがあるけど、山に行っちゃうと見るっていうよりもこう自分で入ってくっていう感じだから、だいぶ印象違いますね、これね、海と山とは。18匹のイワナは男たちに心豊かなキャンプの夜を与えてくれました。
翌日は朝から小雨が降っていました。肌寒い黒部の朝、しかしこの日みんなは山の朝風呂とシャレます。湯船もゆったりと入れるように広げました。いやーいいですよ。やっぱこう雨降ってる日が最高なんですよ。雨がいいね。これでもう少しするとだんだんこれ増水して人の知らない隠れた山の入れ湯を発掘し、自分たちだけの露天風呂を作る。これが怪しい探検隊流の正しい温泉の入り方です。そして渓流で冷やしたビールを飲む。うまい。これなんかリンさんがね、病気の時になんか 2,3 回使ったそのシビンみたいですけど、うまいですよ。味が怖いね。怪しい探検隊流祝杯の揚げ方はシビンビールの回し飲み。最高です。これ色と合わせる。だんだん飲んでみる。もうなんか山に乗ってくるんだ。バラすげえね、これ。新規ストラック。コクがあり。コクがあり、匂いもある。コクがあり。匂いもある。匂いがある。で、気持ちよかったな。暑いよこれ。体、汗出てはない。時々川に入ったらいいみたいな、うん、体がほてれば黒部の水でそれを癒す。この裏になるともう泳げないもんね。黒部の自然を丸ごと楽しむ怪しい探検隊です。温泉もいいけど川もいいね。川もいい。やっぱあれだよ、岩名の気持ちになんない人はいけない。あそう。だったらこう上流に向かってさ、こう泳がないといけない。泳がないじゃない。岩名厳しいとこに住んでたね。最高だよ。最高だね。黒部の自然に感謝。また壊したりするな。次回は関東一の清流中川を下り、うぐいのつかみ取り。腕に自信の佐藤秀明、岡田昇がしのぎを削ります。うぐいは夜つかめ。ご期待ください。秋もだいぶ深まってきましたけれども、今日は魚のつかみ取りです。魚のつかみ取りというのは、これその通り手で魚をつかんでしまうんですね。そういう取り方を我々はよくやるんです。川に遊びに行くとカヌーから降りてじゃわじゃわ歩いて行って取ってしまう。なんといっても野田智介さんが一番の名人で、そして写真家の佐藤秀明さんがその第一の弟子というになってますけれども、今回はそこに写真家の岡田昇、そして冒険家のローリー・ネステーラーの3人、怪しい探検隊の精鋭魚取り部隊を送り出しまして、挑むわけですけれども、果たして、どんな魚が見事つかめるかどうか、これをやってしまいますと釣竿で取るとか網で取るのがバカバカしくなってくるんですね。あまり取れてもいけないし取れなくても、辛いという微妙な取り方なんですけれども、その成果が楽しみです。隊長の期待を一身に集め走るは我らが怪しい探検隊魚取り部隊。さて今回の探検の主役はこの人、写真家の佐藤秀明、つかみ取りの名人野田智介の自称一番弟子。
椎名隊長曰く辺境の写真師、今回はその腕を見せつけてやろうと張り切っています。同行するのは当番組ではもうすっかりおなじみになった写真家の岡田昇、山登り雲生え男という異名を持ち、ロッククライマーとしては有名な彼ですが、果たして川ではどうでしょう。そして2人の奮闘ぶりをとっくりと眺めてやろうと冷やかし半分で参加したのが冒険家のローリー・イネス・テイラー、人呼んで謎の独眼流外人。3人がやってきたのは那須岳の懐に源を発し、太平洋に注ぐ全長150キロの那珂川。愛の産地として知られ鮭の上る川としても有名なこの川は関東随一の豊かな流れである。この日はあいにくの雨、そのせいか普段より幾分水が濁り水温も低い。魚のつかみ取りをするにはいささか条件が悪いようです。さあさん、水どう？え？水位は、水の量は、水の量は、うん、こんなもんだよ。ああいうとこいそうでしょ。え？そう、うん、いることはいるよ。小さいのだって、ね、よし、ではやりますかね。やりましょう。気楽に構える探検隊、でも相手は生き物なんですけどね。栃木県烏山町中川の河原、今回の魚のつかみ取りはここをスタート地点として、川をカヌーで下りながらポイントを探していきます。まずパルトボートと呼ばれるカヌーの組み立てが始まりました。佐藤さんは今まで4回ほどこの川をカヌーで下ったことがあるのですが、魚の手づかみを行うのはこれが初めて。3人の中では一番数多くこの川に来ているローリーもつかみ取りのポイントまでは知りません。そして岡田さんに至っては那珂川に来たのが今回初めて。そんなわけでカヌーの設計者でこの那珂川のことならまるで自分の家の庭のようによく知っている内木さんに案内をお願いしました。指先が直接魚に触れるように。魚が触ってもね、逃げられない。手にボチボチがついてるんですか？え、うん、これ滑らないね。あ、うん、いや、魚がぬるがあっても大丈夫。そう、取られてくれるといいんだけどね。準備完了。ただ心配なのはこのお天気です。岩があってさ、岩の底のあたりにね、あの逃げ場がないようなところにこう群れでたむろしてるから、その中で手をさらおってるさ、あんまりこう急に突っ込んだりするとわーっと逃げちゃうからさ、もう魚にしてね、手をお魚になった私でさ、でゆったりとあの頭の方からつかんで、でっかいやつって言ったらもう、うん、女の子を抱きかかりサスさんが先行してポイントを見つけて、うんうんうん、それでどっか使用するってことですか。で、まあバッとやってみましょう、うん、いきます。頑張ります。こうして秋雨が降り続く最悪の条件にもかかわらず、我らが魚取り部隊は出発したのです。今回3人が捕まえようとしている魚はウグイ、釣り人には見向きもされませんが数も多く、つかみ取りにはもってこいの魚。地方によってはイダ、アカハラなどとも呼ばれています。早くも最初の難関が現れました。かなり激しいセレスが大丈夫でしょうか。
うん、お見事。さすがはカヌーのベテラン揃い。隊員たちは最初のポイントを見つけたようです。あなたは掴む人、私は食べる人。ウグイは川底の岩の下や洞窟のようなところに生息しています。どうですか佐藤さん、姿もないも何にも姿もないもない。ゼロゼロ、いますおや、最初の獲物は魚の骨だけ。あれね、そんなしかいないよ。小さいの？小さい。そう、こういう岩の下あたりにいるはずなんですがね。いるとかいますね。いたら。いるにはいました。今あの岩の下にね、うん、固まった。カズマさん、ずっと奥の方。もう手の届かないところにうわうわと固まった。固まりました。あれはもうちょっとね、先がどん詰まりになってりゃね、捕まえられるよ。第1番目のポイントは収穫ゼロ。魚は取れなくてもカヌー下りの楽しさは格別です。波の荒い瀬があるかと思うと、こうした緩やかな流れも待っています。このようにさまざまな表情を見せてくれることから、この中川はカヌイストたちが好んで訪れる川でもあります。この川を知り尽くしている内木さんでも、こうして時々立ち上がって調べなくてはならないほど川の変化は激しいのです。こんな浅瀬に出会うのもツーリングカヌーならばこそ、これもまたカヌーの面白さの一つです。はい、行け。今度こそ絶対に大丈夫、そう言って佐藤さんがカヌーを止めたのがこの場所です。期待を込めて岩の下を覗く佐藤さん。ローリーも心配そうに見つめていますと思ったら、あ、釣りでした。おや、かかりましたね。食べられる魚だ。この魚、マルタといってウグイの仲間だそうです。最初に魚を捕まえたのは水に入っていないローリーでした。小さいのもいないですか？ところが肝心のつかみ取りの方はまたしても金ぶり。これまでの収穫ゼロ、カヌーを漕ぐ隊員たちの姿も心なしか元気がありませんね。鮭6キロ7キロとなったらなかなか上がらないよね。見てて引っ掛けるんですか？いやいや、おとり全然。それはね、ミスをつないでおいて。おじさんがやっていたのはおとりを使った鮭の引っ掛け釣りでした。この時期中川ではこの引っ掛け釣りをする人の姿をよく見かけます。このおじさんの場合、人工孵化を目的に特別の許可を受けてメスの鮭をおとりに使い、近づくオスの鮭を釣り上げていました。孵化した鮭の稚魚は来年の春先に放流されます。さて、ウグイの手づかみ部隊の方は、あ、腹減った。なんたること、ついにこの日は一匹の獲物もないままキャンプということになってしまいました。
日も傾いて寒さも一段と厳しくなってきました。その割には妙に明るいお二人。もうダメだったのそれで、それでごまかそうなんて内心ではどうなんでしょうね。これは何をしているのかと言いますと、ほら火花が出てるでしょう。金沢市と乾電池の2つを使って火を起こす方法をローリーが実演して見せてくれているんです。あんない出た。でも本当にこの方法でつくんです。でも面倒くさいから今日はこれです。はい、今夜の怪しい探検隊のチーフコックはローリー、佐藤さんと岡田さんは下働きです。あ、4杯入れた。全部。メインディッシュはローリー風チキンディアブル。ディアブルとは鬼のこと。やたら辛い料理とか。佐藤岡田両名の口に合いますかどうか。でこれはマジです。あのね、技があるね。この二人の力はね、合わせてね、責任がね、3分の1になる。いい。失敗した時の責任をなすりつけよう。まあ、なんとも頼りないコック長。おや、食べ物の匂いに誘われたのか、キャンプに珍客も現れました。講習か？ただ、キャンプ。お、はい。お、うまい。いただきます。まんま。言わなくちゃならないでしょ。んいや、やっぱりパンが欲しいな人は野田さん怒るだろうな。あ、そう。佐藤さんはあれ何、海のつかみ乗りってのは いつやったんですか。いつ頃からやりました。野田さんに教わったんですよね、だいぶ前に。で最初は全然取れなかったのが、そのうち1匹取れ、2匹取れしていくうちにさ、だんだんこう野田さんに近づいてるわけ。達人になってた。え、いや子供の頃はないですけどね、山行くようになって、あの源流帯行くでしょ、それでイワナ手掴みして、あ、イワナを尺まで行ってないけど25センチ、あ、そのぐらいの掴んでる。だから源流って結構もう浅瀬になってるでしょ、あ、で岩がこう適当なとこにあって、かなり掴みやすい状態なんですよね。だから今日みたいな中間みたいなドーッと流れてて、それでポイントを探して行くってのはかなり難しいですよね。ローリーはサラダだとやっぱり鮭、手づかみじゃない、あの野球バット、野球バット、はい、で8月でね、その鮭はね登って川の高さが下がるとあちこち池残ってる、その中に鮭はねもう何百何千匹残ってる。あ、その中にバンバン、ちょっと残酷だね。まあ、ちょっと残酷だね、うん、でも子供ってそういうとこあるね、うん、明日ウグイ料理は 何をする。まず手でつかまないことには。あ、そうかここ夜になると鯉が釣れたりするんですかね、ここら辺。あ、そう、うん、ここはもう鯉の名所で。あ、今から潜って鯉使いますか。急に下向いちゃったよ。あ、鼻水出てた。熱っぽくてこういう時の話の流れって怖いんですよね。そう、やっぱりやることになってしまったんです。夜のウグイのつかみ取り、動かないね。あ、押しましょうか。光ってた。大丈夫。夜はやっぱ上に寝るもんですか。寝るでしょ。寝てりゃ掴めますね、夜の9時ですよ。この寒空の下で川に潜るなんて正気の沙汰とは思えませんね。でもやります。潜る2人は大変ですが、でも本当は魚は夜の方が捕まえやすいんです。魚も夜は岩の陰などでじっと動かずにいますから、昼間よりはずっと簡単につかめます。まあ言うならば、これは魚の寝込みを襲うわけですから、いささか卑怯な気がしないでもありませんがね。いました、いました。これは船ですね。
なでかいの逃がしたよ。もしかしてローリーの船見てそうと思ってた。そうじゃないね。こちらは岡田さんです。おっと、何か今捕まえましたね。あ、捕まえた、捕まえた。捕まった、捕まえた、やった。しかし何の魚を掴んだんでしょうか。うん、これウグイ。おお、待望のウグイ。初心者に先を越された佐藤さんの顔に焦りの色が見えます。岡田さんが2匹目を捕まえました。お父さん、こちらを見てもらえますか。佐藤さん、何匹。もう返事もしない佐藤さんです。捕まえた。何匹目ですか。3匹目。岡田さん、取りました。そのバランスちょっと難しい。探検隊の中では魚のつかみ取りの名人野田智介さんの自称一番弟子と豪語する佐藤さんなんですけれど、今のところ収穫ゼロ。おや、岩の下に手を入れていますね。見つけたようです。うまいったよ。こい、こいたよ、こい。おー、でけえのいるよ。このぐらいの。おー、収穫は収穫なし。おお、今のところ勝ってるね。でも頑張れば掴めるよな。掴める掴める、うん、しかしここから2人の体力の差が出てしまったんです。佐藤さん、あまりの寒さにリタイア。一方、若さと体力でさらに潜り続けていた岡田昇。ん？あの白いのは何かが魚を掴んでいます。これは大きなカニですね。でかいな。この誇らしげな顔。あー、でけえや。うわ、あれ怖いでしょ。辛いね、これ。すごいよ。後ろまで。あ、本当だ。ね。かなり顔なんだ。今夜の成果は岡田さんウグイ1匹、船2匹、モツズガニ1杯、佐藤さんゼロ。どうだ、佐藤さん参りました。参った、参った。俺がさ教えたことでちゃんとよく守ったね。これ何が違うんですかね、これ。モクズ毛ガニってんだけど、モクズガニ。明日の味噌汁。あら、ダメ。でも一匹だから食べられる権利があるのは岡田さんを中心に数人だけだな。佐藤さんにぜひ。この野郎、猫が魚を噛んでる。わずかでも獲物が取れれば笑い声も弾みます。翌朝、味噌汁の具は豆腐。あのカニは夜の間に一緒にバケツに入っていた魚を食べ脱走してしまったのです。2日目も我らが怪しい探検隊魚取り部隊の奮闘は続きました。ポイントを探しては潜り、移動してはまた潜る。目を皿のようにして魚の姿を追い求めた魚取り部隊ではありましたが、全然ダメですか。結果はまたしても収穫ゼロ。どうも、お疲れ。
あまあ、先生どうだった弟子は。いやもうかなわないよ若さには。いやもう岡田先生にもシャポを見ます。いや本当に魚食べたかった。最後カニ食べたかった。あのカニそうね脱走しやがって。あのカニのなんか足うまそうだったもんな。太くてうまかったね。残念だ。すごくでかかったよね。朝味噌汁にして食おうと思ったんだ。悔しいな。佐藤さんでしょ、逃がしたんじゃないかと。バッキャローなんて悔しくて。朝起きてそうだ。どんな魚でもね、あの油断する時があるからさ、うん、人間ってずるいからそういう時狙ってとんだよな。だけどこの川の魚油断してない。今回の冒険は賢い中川の魚たちの前に惨敗。しかしこれで懲りる探検隊ではありません。また新たな探検に出発。東京奥多摩夜8時、我らが怪しい探検隊一人のメンバーをこの暗闇迫る山奥に派遣しました。探検隊のチーフ調理人林正明、通称林さん。バケツ一つをぶら下げて一体何をしようというんでしょうか。おや、大豆。実は今回初めは水がテーマでした。山奥へ入って美味しい水を飲もうということだったのですが、それだけではつまらない、いっそ豆腐を作ってしまえと相なりました。今夜はその下準備、厳選した大豆を一晩この水につけておかなくてはならないのです。大器を掲げ目印とします。怪しい豆腐作りですか。今日は怪しい探検隊岩に登りて豆腐を食うというような話なんですけども、自分たちで豆腐を作って しまうんですね、そう言い出したのは林さんなんです。まだできるかどうかわからないんですけども、豆腐というのは一生懸命頑張れば自分の力で作れるらしいんですね。きれいな水のところで、豆腐を作るんですけれども、今日は山奥に入ってきました。そして、豆腐を食ってるだけじゃちょっと、みっともないんで、岩に登ろう、岡田登ろう先頭に岩に登ります。硬い岩と柔らかい豆腐とい よくわからないけれども、何かすごく絶妙な組み合わせの怪しい一日を過ごすわけです。岩登りは僕は2年前にやったことがあるんですけども、全く初心者なんで果たしてどうなるかわからないんですけども、豆腐はもう何遍も食ってますので多分たくさん食えると思います。ともかく、久しぶりに怪しい探検隊、やってきました。坂田ぶりに椎名隊長を迎え、今回の岩と豆腐に挑むメンバーは、豆腐作りに欠かせぬ人材だからとおだてられやってきたのが山岳写真家、通称岩登り雲生え男、岡田昇。こちらはご存知林さん、おいしい豆腐を隊長に食べさせようと今回の探検に参加した。酒の魚なら任せなさい、豆腐の材料を吟味し選択した男、
こだわり人間太田和彦。果たして岩と豆腐の関係は、ま、太鼓と言わず豆腐だけに柔らかくいきましょう。題して岩と。大東京の水源地、多摩川の支流に秋川渓谷はあります。その美しい渓谷を有する檜原村の山奥、怪しい探検隊は今回の目的地をそこに定めることにした。仕事に追われる隊長を東京に残し、まずは先発隊が山懐に分け入った。奥多摩の源流のきれいな美味しい水を求めて、その水で豆腐を作り、さらに岩登りに挑もうというのである。あ、きれいだ。あ、なんだなんだ、旗が出てるじゃない。ここにやったんだ。うん、昨日これ、あ、豆？うん、あ、そう。あ、いいな。だいぶふやけたじゃん。昨日の晩、林さんが仕込んでおいた大豆。さすぎて。どう？林さんどうですか？こんなもんじゃない？もうね。大丈夫だ。バケツを下げ、鍋、釜を担ぎ、一升瓶を抱え持つ怪しい探検隊。キャンプ地がね、近いからいいよな、うん、これでこのバケツ持ったまま3時間も歩いたら疲れるんだろうな。黒部の峡谷とか。写真家、調理人、アートディレクター、この一見何のつながりもなさそうな3人、実は豆腐作りには欠かせない力を秘めているのです。来ました。岡田さんいいね。この地を彼らは豆腐作りの現場に選んだ。源流の美味しい水が十分すぎるほど流れている。この滝ね、結構知られてないんだよこれ。そうね、わざわざ来ないとあれだもんね。兄さんどう、これいいじゃない。もうバッチリでしょ。大丈夫だ。さて、大気はためくもと、いよいよ本番。この美味しい水を使って大豆タンパク質に関する実験と加工、はい、要するに美味しい豆腐を作ろうと、はい、3人で力を合わせて。今回の豆腐作り、この3人の力がなかったら実現不可能であった。まず調理人としての林さんの技、岡田昇の腕力、そしてこだわり人間太田和彦の知恵、つまり三味一体豆腐である。この作業は全く頭つかないね。合ってるよ。悪かった、ね、合ってるよ。だんだん集まってきた。いやでもなんか鼻水は入るしさ。汚いのやめてよ。もちろんも入るしさ。まあ、シナさんうまいの食えんじゃないの。そこももっと細くなるんだよ。もっとやった方がいい。これでやってみて。あ、そう。それじゃただ豆が半分に分かれただけだよ。すいませんな、ね、おもっと作んなきゃダメか。いや、性格が出ちゃったんだよな。潰すこと1時間半。じゃあ入れよう。大豆を力任せにすりつぶし、できた豆汁を呉と呼びます。この呉を大量の水で煮ること15分。豆腐屋の匂いするね。そう、うん、うん、ね、豆腐屋の匂いだ。いい感じだな、ね、どうしてる。よし、じゃあ受けてください。これを布でこします。いい、はい、あ、これ布巾でかいから。残ったものがあのおから。そっち、もうちょい、400まで400ね、はい、400。こしてできた液体が
体にいいと評判の豆乳です。来たね。それを再び火にかけ、はい、80度くらいになったら固めるためのにがりを打ちます。するとなってきて、あーなったなった、おお劇的だな。まだ突っ込めて、うん、喜べ、作業は順調だ。大丈夫だ、できたよ。難しい。それで10分から15分待つこと15分。あーできてるできてる。豆腐だよ豆腐だよ。あー偉いもんだね。ちょっと薄いけど、ずしっとした豆腐じゃないんだよ。そうすごいね、やるもんですね。いやこれはいいや。ってことは次第に上げてっていいんだな。そうだね、この薄さが素人だなやっぱりな。実験は見事に成功した。上等の大豆とうまい水を得て白く輝く豆腐の塊が今目の前にある。サークというか大豆タンパク質の実験と加工、その仕上げは何といっても試食。ちょっとじゃあまず岡田さんから感想を。うまい、うん、これ本当にうまいよ。煮干しも甘いね。表現するとどういう感じ。ものすごくうまい。ここ香りがいい。ここ香りとここがね、香りとここがね、うん、まあ、こんな食っちゃダメだよ。いいじゃん。でさ、このちょっとザラッとしてるとこがいいね、うん、あんまり滑らかじゃなくてさ。そうだね、うん、吉野さんもう感動するよ、うんうん、あれまずいって言ったら全然味の分からない人だね。あの、すり込みで吸った。明日吉野さん来るからね、このうまい豆腐を明日まで美味しく保存しなきゃいけないなと思ってさ。あ、それがちょっと心配。この足、そしてこの後ろ姿、そう、我らが怪しい探検隊の隊長、待ちに待った椎名誠である。男っつのは結構豆腐が好きなんでね。まあ酒飲みが特に豆腐が好きなんだけど、確かに最近の豆腐っていうのはスーパーなんかで売ってるのはまずくなっちゃったから、あれだね、あの本当にいい豆腐っていうと作るしかないんだよね。昔はだけど、あの売りに来る豆腐やつが美味しかったですね。昔は豆腐が豆腐の方からうちに来たんだよね。今はそういうのを食おうと思ったら山登んなきゃいけないっていうね。あひはひは言いながらね、そうやって、苦労して登って、出会う豆腐っていうのは、まあ、昔より感動的かもしれないね。あ、早く出せ。隊長、豆腐だけじゃなく岩登りもあるんですよ。ちょっと見込んでるね。ナトリウムの量が少ないね。pH のバランスはいいみたいなんて分かってるの全然分かんないんだけど。うまい。違うか。おはようございます。
まいじゃないですか。ガソリンもなくなっちゃって。帰ろうかと思って。いや、とんでもない。いや、いいとこだね。いいとこじゃん。ああ、今俺、下流で、水戸じゃったら、お前、証明書があったか。書けました、みんな。そこですよ、豆腐作ったの。あ、滝あるんですよ。ああ。おお。秋川じゃ、これしかないですね。おお、ああ、これかな。見るからに優れた豆腐だよ。わかります。でもあれだね、ジェルシーな豆腐ってのは今都会じゃ食えないもんね。いや、あの本当に大事な味しますよ。あ、そう、うん。これは既製品だよ。手製ですからね。うん。あ、本当だ。うまい。食べました、やった。いいね。黒奥に3時間かけてきたんだからね。ね、もうだってほとんどギリギリ近いだから。豆腐に挨拶をした後は恒例インサンチャーハンで、インサンチャーハンだ。会長も満足げ。ちょっとね、このスープが煮詰まったから腹も膨れたところでいよいよ岩登り。しばらく歩くと目の前に岩の壁がそびえ立つ。東京近郊でも有数の岩登りのメッカ、つづら岩である。垂直に切り立った岩は高さにしておよそ40メートル。椎名隊長は岩登りは今回が2回目。岡田さんはもちろん大ベテラン。林さん、太田さんもそこそこの腕とか。リーダーの岡田昇が選んだルートは、まず比較的優しいこのルートで肩慣らしをする。次に初心者にとって適度のスリルが味わえるというこのルートを登る。最大の難関はトラバースと呼ばれるこの横移動。リンさんが岩登りをするようになったのは必要に迫られたからだった。彼の愛する岩名を釣るにはどうしても乗り越えねばならない難関があった。山と岩、それを克服する唯一の方法が山登りであり岩登りであった。続いて太田和彦、この人が変わっている。不惑の年40にして友人から誘いを受けたのが岩との出会いであったという。今年の夏、愛川へ行った。こっちはきつそうだね、左のルートはね。初心者がちょっとなんかスリリングに味わうのちょうどいいっていうか。ああ、椎名さん向けですよ、ちょうど。そうですか。さて、問題の岡田さん推薦の2つ目のルートである。岡田さんに手本を見せてもらおう。これがトラバース。絶壁をまっすぐ横に移動する。一歩また一歩、手足4本のうち3本を使って確実に壁面をつかむ。星に疲れた少年が少しでも良い条件で星を見たいと望み、上へ上へと足を伸ばしていった。その結果が岩登り雲生え男という異名となって現れたのだ。これは比較的優しいですよ。ちょっとまっすぐのとこから右側へトラバースして、よし、ゆっくり行くぞ。俺はシナさん、ゆっくりね、登ってください。それで手がかりと足がかりよく見て、さて、いよいよ椎名隊長が挑戦。ちょっと片付けるよ。はい、やってみてください。もっともっと。おお、音取れちゃうね。ちょっと伸びるから。隊長のつけたザイルの先を握るのは太田和彦。
すごいな。でもね、そこガマがずっと続いてますから、そのハーケンに沿って。ハーケンどこやる次は。もっと右、2メーター右、水平に右。あ、そっか。ちゃんとしっかりしたガマ使うのがいいです。うん。岩登りなど本来人間がやってはいけない行動だとかつて隊長は思っていた。だが2年前初めて岩登りをやった後、人間というのは人に迷惑さえかけなければ壁よじ登りだろうが天井逆さばいだろうが何をしてもいいのだなぁと思い直したという。そんな喜んでますか。できると思えないでしょ。大したもんですよ。やっぱ冷静に見ればカバーねありますけど、ピッチ速かったね。速いですね。やっぱちょっと岩登り競技みたいな。だから岩だな俺な。岩登りも格闘技的なところありますよ。本当はね、勝負や勝負、ね、いや面白かった。いいね。じゃあ台を緩めてください。隊長、ビールうまいだろうな。豆腐にビール。岩の後は豆腐だな。そうと決まれば話は早い。下界には豆腐とビールが待っている。いいね。うまそうだね、リンさん。完成度一層華やかに感動的。まずはリンさん特製のおから料理2品、おからの煮付け。そして今度はマグロのおから和え。これはリンさんの発明？うん、これは俺考えた。これを組み合わせするといいね。そうなんですよ。これね、やっぱ俺もリンさんがいなければ生きていけない体になっちゃったよ。ここで本日のメインイベント、湯豆腐一本勝負のゴングが鳴った。やっぱりお餅だね。ほら違うでしょ、ギュッと閉まってんから、うん、いいね。キャンプ料理のね、あの食はね、だいたいカレーだろ、みんなカレーから始まるんだよな、カレーだったんですか。だんだん天ぷらあたりになってくるでしょ、天ぷらミドルクラスだよな。豆腐なんてのはもう最高クラス、最高峰だね。極上ですよ、極上。うん、ただ単に豆腐をね作ることが頑張ればできるかもしれない、しかし岩に登ってから、ね、なかなかできない。じゃあ行きましょう。じゃあ行きましょう。そう、いいな。そうですね。笑っちゃうな。うん、これ食ったら本当スーパーのプリン豆腐は食えないし。うん、うまい。やっぱり豆腐で超うまいわ。うまいですね。うん、この気候もんじゃないですか、今日。気が発見してきたからさ、うん。いや、本当うまい。豆腐を食べて40年でね、最高にうまい豆腐でしたよ。うん。硬い岩を登りながら、豆腐のことを思い。豆腐を食いつつ岩を思うね。やっぱ岩と豆腐ってのはこれからの人生ですね。どういう意味なんですか。だから何なんだって。だから何なんだって。そういうとこ待っちゃうけど。Cause